疲れ様でした、うん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。始まってますよ。いや本当ですね。今ちょっと LINE してるしげながアナウンサーから LINE が入ってて、それ以前をご覧になった感想が書いてあったんですけど、とても今ここで読めないなと思って、ちょっと後で言います。後でただ悪いことじゃない悪いことじゃないの。すげえ怖い。ぜひ三角餃子作ってくださいとお伝えください。あの重永アナウンサーも今週出産予定日で、あ結構大きいみたいな。そうなんですね。今週なんだ。9日かな予定なんですけど、まあ、自然のね分娩なんで、もう本当今日にも生まれてもおかしくないし、来週かもしれないというところで、そうなんですよ。いよいよなんですね。まあ、2人目なんでね、スポーンと。つるんと、つるんとね、水餃子のように重永さんで産んでいただけるとそんなつなぎ方あるね。え気持ちよく元気な子らしいです、ね、そうそう。でも本当にこれ簡単そうだったね、包む時。そうなんですよ、うん、包むの餃子ってこうちょっとひだ作るのが大変だったりすると思うんですよね。だけど三角形なんでひだ3つでできますから、うんうん、これお子さんでもチャレンジできるんじゃないかなと思いますね、うん、あっという間だったね、はい、目から鱗でした。あら三角形なんか、はい、秋なんか天高く馬を揺る秋目から鱗みたいな。目から鱗みたいな。でも思ったんだけど、うちら浜松出身なんだけどね、はい、餃子日本一じゃん。そうですね。そういうなんか感想言えなかったね。まあいった焼き餃子じゃないし、まあ、そうですね。あと湖西市なんだ。あ、ごめんなさい。湖西市は浜松市とはやっぱ違う。また違う。まあまあ、頑張ってますから湖西市は湖西市で。この農作業ポーズみたいな。農作業ポーズ。西部の方々は一致団結があるんですね、構想が。いや、一致団結と思いきや違うよって話してた。田中が自分から浜松市から離れていったの。いやいや、湖西市は湖西市で頑張ってますよ。私は仲間に入れたいのに、湖西の皆さん、いいんですかそれで。いや、それは湖西市は皆さん湖西市に誇りを持ってますから。いや、分かってますけど、西部で一緒になりましょうよ。そうそう、なんかもう餃子って言ったら湖西も、ね、もう食べますよね。いや全日本の人食べますもんね。そうですけど、そうですね、でもやっぱ浜松市がって言われてるから湖西市は違うんです。違うみたい。あいいね、私は一緒がいいと思ってたんだけど、やばい、なんかまずい方向に行っちゃってんな。一緒にしてくださいよ。市長対抗駅伝の将来市長選出ますから。出ません清き一票は出ません。他にも好感度しかないですよね。いやでも出ません当選するでしょ。するでしょ。ダメだ。当選予報しないことは言っちゃダメですよ。はい、まあでも今日は黒田さんもスタジオでめっちゃ食べてましたけど。はい、そうなんですよ。丼とピザと。そう、美味しかったですね。いや、ピザもやっぱりね、ピザパーティーとかこうステイホームが多くなると、うん、結構ピザ食べる機会あって、うん、もうね、クォーターが本当に欲張り。本当だよね。そう、種類もいっぱいで美味しいんですよね。迷っちゃいます。あのいつも我々ピザパーティーするときは薄いピザの生地なんですけど、うん、今日はもちもちの生地でまた違ったよ ね、ちょっとパンみたいな感じで食べ応えありましたね、うん、結構好き。あとなんかさ、ソーセージが入ってチーズが入ってとかいろんなお店によって違うでしょ。 ありますね、パンの耳、うん、パンじゃないピザの耳のところにチーズ入ってる、丸の一番端っこのところがチーズとかソーセージ入ってとか、おしゃれ。そうそうですね、もう画期的ですよね、ピザもね。お腹いっぱいになっちゃうもんね。ですよね。だから、いっぱいあっても2枚ぐらいしか食べられなくて、うん、ちょっと悲しくなる時はありますね。あ、でも食べたかったけど、でもお腹がひび割れているみたいな時はすごいあります。うん、その時は、その時はつめんと。お腹を1回見せる。これ、本当何個も食べますか。いや、これ本当、じゃあ CM 中も3個食べましたから。それでも少ないなって思いましたもんね。なんかこう耳というかこの皮の部分が結構多いので、うん、結構確かにつるってこう入っちゃうっていうか、うん、食べやすさはすごいあると思うんで、はい、まだ暑くてちょっとなんか湿気もあってなんか、うん、なんだろう、ちょっとこう疲れたなみたいな時にもぴったりな一品かなと思いますよ、うんうん、はい、ぜひあのアレンジを聞かせてもいいなと思いましたので、お鍋とかお味噌汁とかね、うん、いいですね、うん、これからの季節お鍋にもねぜひ入れてみてください。まだやったことないけど美味しいと思います、はい、これ持ち帰ります。食べます。はい、また明日です。